メッツェグラは、イタリア共和国ロンバルディア州、コモ県トレメッツィーナに属する分離集落。かつては、基礎自治体であったが、2014年2月4日、隣接する連のオスッチョ・トレメッツォと合併し、新自治体が発足した。この村の一集落である、ジュリーノ・デ・メッツェグラは、ベニート・ムッソリーニが処刑された地として知られている。コモ県の中部に所在する村である。 ベルダージョからコモコを挟んで西へ5キロメートル、ケ県とコモから北北東へ2 2トル、ミラノから北へ5 8トルの距離にある。南北に長く、ワイの地を逆さまにした形のコモコのほぼ中央部、分岐点付近の西岸側に位置する。村の南側が湖となっており、北にはトレメッソ山がそびえている。隣接コムーネ独立したコムーネであった時期には、 以下のコムーネが隣接していた。1945年4月28日、ジュリーノの集落で、ベニートムッソリーニとその愛人のクラーラペタッチが、この地のパルティザンによって逮捕され、他幾人かのファシストの指導者と共に処刑された。メッツァグラにあるアッツァーノという分離集落は、アッツァーノ・ディッターリアという自治体交流組織に加わっている。これは、 アッツアノという地名を持つコムーネやフラツオネの集まりであり、一年に一度持ち回りでアッツアネージの会という会合を開いている。当地では1991年と2006年に会合が開かれた。アッツアノディターリアには5つのコムーネと6つのフラツオネが加わっている。ありがとうございます。